こんにちは、ハイジーです。というわけで本日は店名からしてガチンコのボリューム飯がいただけるお店があるとの噂を聞きまして、都営新宿線にありますこちら菊川駅にやってまいりました。なんかすんごい見たことある街並みの感じですけども、多分初めて降りる駅です。路線ごとにそういう空気感ってありますよね。なんかこの線ってどこの駅で降りても同じような風景だなみたいなね。田園都市線なんかもその感じもちょっとあったりするんですけども、大通りから一本外れるだけで下町的な空気感が急に漂い始めるというかね。そんなこんなで幅広い道をぐんぐん進んで歩いていきますと、いきなり登場しました。迫力すごい横綱とんかつ、どすこい田中さん。もうこれがその感じだもんね。もう両国感満点のお店の佇まい、そしてなびく旗の向こうにはかっこよく力士さんの絵、イラスト、そしてメニューも迫力ありそうな感じしますけども、どすこいロースカツ定食、横綱飯となっておりまして、なんとロースカツが2枚の定食がありますね。そしてどすこいヒレカツ定食 30g×8枚、やばいよ。エビヒレカツもヒレ 30g×2枚、エビ2本ですって。そしてロースヒレカツ定食はロース 100g ヒレ 30g×2枚とか、ロースカツ定食はロースカツ 200g という定食ですね。だからこれだけで普通すごいのに、もう2枚っていうメニューが初めからあるっていう横綱感。そして金星飯ってありまして、これがどすこいカツ丼、勝ち越し飯、どすこいカツカレーですって。ヒレカツ丼とか醤油カツ丼とか醤油ヒレカツ丼なんかもあったりします。これはやばそうだ。ガチンコで挑むしかないね。はい、ありがとうございます。失礼します。うわ、ちょっと待って、なんだこれ、土俵がある。席が土俵を囲んでる。どうなってんだこれ。実はこちらのお店がインバウンド向けにお相撲を見せているイベントスペースでもあったりするようでございまして、でそれが昼間で、夜は17時から飲食店の営業という形だそうで、今もね、もうスクリーンにお相撲の取り組み試合の様子が流されているといった形です。そして厨房では元小結の元上皇龍関も腕を振るわれております。このように単品メニュー的なね、おつまみ的なメニューもたくさんありまして、だから飲んだりとかしながらこの土俵の向こうのスクリーンに映るお相撲の映像とかをね、見たりとかしながらね、盛り上がれるといった感じなんでしょうかね。で今日はやっぱりどすこいカツ丼、どすこいカツ丼の方お願いします。どすこいカツ丼で、はい、お待たせいたしました。はい、どすこいカツ丼です。いただきます。失礼いたします。ありがとうございます。ボリューム、これはボリューム、想像以上のド迫力カツ丼出てきちゃった。そもそも丼のサイズがどでか、迫力満点で、横の湯飲み置いたら分かりますかね、すごいよ、でか。そしてとんかつでか、閉じないカツ丼なんだね。閉じないカツ丼のカツの一枚一枚のでかさ果てしなくて、カツの上にカツが乗ってる。あ、そしてもうちょっと土俵からちょっとはみ出さんばかりのギリ、あ、これはみ出しますね。でこれは決まり手浴びせ倒しかな、こっからこうドンっていっちゃうパターンかなといったサイズの超フォトジェニックカツ丼でございまして、回したくなっちゃうよね。やっぱりいろんな角度から見たいもんね。そうです、この場所では
まわしが映えるんです。いただきます。とにかく半端じゃない、めちゃデカで、断面チェック、あっ、白くて美しい断面、そして脂身も7分の3くらいありますかね。そして閉じないカツ丼なので、まずはね、とんかつとして楽しむことができるんですけども、ってことはよ、こういった場所なのでまずは塩を振るところから始めようなんてね、つぶろうかと思ったんですけども、卓上にあるのはドレッシング、ソース、からしです。しっとりした食感がありまして、しっかりした味のついたうま甘とんかつ、これももうちょうどいい感じのサクサク加減といった状況でございまして、これさ、ソースかけたりとかからしつけたりとかして味変するための要素を残したくらいの下味の付き方というか、抜群です。こんなにド迫力なビジュアルでありながら、味わいは今のところ庶民的、まだとんかつとしての評価、あ、待って、端っこに行くほどやんちゃしてません、これだよね、もうピカテカだよね、これ。もうナイスコントラスト、さっきのしっとりした食感、ちょっとソフトな食感から、今度はグリリン、グリリンブリン、グリリアントブリン、ブリリアントグリーン、味の川瀬智子さんです。光のスピードで気まぐれに金星を目指すやつです。で、いよいよ卵の姿も見えてきた形ですけども、うわー、この端っこも大好物、ありがとうございます。で、このような感じで卵、ご飯とカツの間にふわっと存在しているイメージで、信じられないくらいふわふわっとお出汁感抜群で効いてて、口の中で優しく弾む感じ、これ、だからさ、土俵の下にもこういう素材のものがあったらお相撲さん怪我しないで済むのになっていうくらいふわふわ。今度はもういよいよ卵を乗せて食べていきましょう。ああ好き、本当に好きなカツ丼だ。太さで言うと真ん中よりかはやっぱりね、太いです。とんかつ1枚分食べ終わりまして、まだまだね、それでも普通のカツ丼よりは量多いなっていう感じがするんですけども、ここで後半戦はソースをかけるというチャレンジしてみたいと思いますね。まあ、本来ね、お相撲の方はね、絶対にかけたりしちゃいけないスポーツなんですけれども、ソースはかっちりかけさせていただきます。はい、おいしょ、まあ合うでしょう、もう合うの分かってるから、もう全カットにかけちゃいましたけども、参りました、美味しすぎる。これはもうソース正解だね。初めからソースあってもよかったかなって思えるくらい、ソースとこの衣が出会ってしまった、その化学反応に鼻が引きつけられた、まずそこで心も奪われた、鼻引きつけられて心も奪われた、結局もう相撲もお食事も引きつけられたら負け、もう参りました、本当に完全敗北です。美味しいで、改めてやっぱり分厚い、というわけで横綱とんかつどすこい田中さんにて食べてまいりましたが、衝撃的なカツ丼でしたね。これまでだからさ、カツ丼で、閉じないカツ丼で、
カツが分厚いっていうその迫力で見せられてきたことは何回かあったんですけども、でかいカツが2枚っていうパターンは初めてですよね。さすがの横綱相撲を見せられたなといったイメージのカツ丼でございまして、とにかく美味しかったですし、お店の感じも見てもらったようにエンタメ感抜群で、とにかく楽しくて美味しい素敵な場所でございました。本当におすすめですので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうか。というのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、たっけさんからのコメントで、つぶって相撲を見に行き、物言いがついた時、客席から土俵に上がり、審議の輪に加わって、そう、これさもこれツーブルとかっていうことなの、これってさ、相撲観戦してんのかな、かぶりつきの席かなんかで、で決着がついたかと思ったら、ちょっと物言いがついて、もしかしたら足が先にこっちの方がついてたかもしれないとかいうことをごねごね揉め出したら、僕もなんかスッと立って審議に加わって、僕だけ私服だよね、なんか知んないけど、で普通に加わって、でそこに誰も触れないの、普通にごねごねね話して、みんながバーってばらけていって、で僕がマイク持って、審議の結果取り直し、なんなのこの人は。なんかさ、旅行行こうよとか言ってさ、4人くらいで集まって、どこに行こうかって相談してる時に、向こうから1人現れて、あ、何、みんな何の相談、あ、旅行行くの、俺もいい、あ、いいよって言って、あ、ありがとうね、でさ、俺さ最近あそこの場所気になっててさ、みんなであそこ行こう、俺あそこじゃなきゃいけないよっていうやつのひどい版じゃない。太郎さんからのコメントで、トッポってふやかしたらラーメンの麺になりますか、なりますかこれは皆様本当にいつも食に対してのね、研究熱心な姿、非常に感服しておりますけども、トッポをふやかした場合、ラーメンの麺には残念ながらなりません。あのプレッツェルの感じがちょっとふやけるだけなんですね。私もね、こういうロマンを抱えて生きてた時代はあります。小学生の頃とかも、なんならベビースターラーメンね、トッポよりももう最初からラーメンって言っちゃってるからさ、絶対にじゃあラーメンなんじゃんと、そもそもラーメンで食べるべきものをラーメンにしない状態でも食べても美味しいから食べていいですよっていう趣旨のものかと思って食べてて、ある日やっぱりこれはちゃんとラーメンにして食べてあげなきゃ失礼なんじゃないのかと、ダメなんじゃないのかなと思って、ある日ね、妹と一緒にラーメンとして食べてあげようよって言って、器の中にベビースターラーメンザーって入れて、お湯入れて、3分待って、なんか麺にならないなと、なんか頭の中ではなんかわかんないけども、ベビースターラーメンって言ってんだから、あの細かいね、あの麺が散りばめられてる形なんですけども、お湯入れたらなんかくっついてあの麺になるのかなって思ってたの。でなんないねって言って、でもまあこれ味はラーメンなんじゃないのって言って、あの3分待った後に食べて、薄ってなって、でなんかこれ薄いよねって言って、で醤油とぼとぼ入れて食べて、うまいのかいってなっちゃったんですけど、何がうまいんだよってなったけど、当時は子供だからしょっぱいのうまいってなったんですけども、でせっかくだから生卵落とそうよって言って、生卵割って食べて、あ、ラーメンだねってなっちゃってんじゃないか、なってるわけないんだから、真似しないように皆様は。ファインピクシー55さんからのコメントで、ハイジーさん、この前サッカーの試合で三振してましたね。三振はしてない、サッカーの試合で三振しない、僕だけ別ルールで動いてない、ただ空振りすることは一回はあるかもしれない、恥ずかしいことよ、相当空振りと股抜きは恥ずかしいことなんですけども、一試合で3回はやばい、確かに一試合で3回空振りしたらもうさすがにお前もういなくていいって言ってチェンジさせられちゃうような気はしますけども、三振っていうルールは特にないんですけども、ただ僕ね、この間サッカーに行った時に、みんなでまずはグラウンドで練習してて、ボールをね、いっぱいそこに集めて練習してて、じゃあそろそろ試合になるから、そのボール一旦向こうに戻してって言ってる時に、僕も1個のボールをコロコロドリブルしながら転がしていって、本部の方にポーンって蹴ろうとしたら、辻蹴っちゃって、やべえ辻蹴っちゃった、恥ずかしいなって思ってたら、その刹那真後ろから監督的な肩が僕の耳元に寄ってきて、見てましたよ、見られた、もう見られたし、なんだこの伝えられ方みたいな、やべ試合出れないのかなみたいな感じになりましたけども。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、てんてくてん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 、こちらデリンデリン、孤高のトランスポーター狼さんからのコメントで、
リーズナブルな中華ランチがなぜこうなった、お届けしていただきましたハイジ名作劇場、お楽しみいただけましたでしょうか。それではまた次回、なんか次回よくいい、まあ、なんか一番最後に読むコメントだからまあいいんだけども、次回もお楽しみに。